はい、カパーチェブクラカパエンジョです。じゃあ今度は VTuber のお話していこうかな。これもうニュース見た方いるし、僕も動画で1回、2回ぐらい上げたことありましたっけね。ほら、日本の VTuber、事務所がね、今度カバーでしたっけ、まあ、中国に屈したってお話ありましたよね。あれです。なんだっけ。要はその事務所側ですよね。事務所陣営が、経営陣営がその中国ポリコレに屈して、まあ、それがね、海外でも話題になっているというそういうお話ですね。要はこの VTuber の、桐生ココさんと、赤い、ハートさんかなが台湾発言問題をめぐって謹慎処分になったと、それが話題になっているんですね。でこのライブ配信中に台湾を国として発言したために、でまあ、中国人から批判が殺到してこのビリビリ動画から追い出されてしまった、まあ、ホロライブの、運営会社カバーが、まあ、謝罪文を掲載するとともに3週間の謹慎処分を決定した。そういうことなんですよね。でそんな VTuber 側の対応に、海外からは、まあ、結構賛否両論かな、反応が寄せられていた、そういう内容になります。でちょっと見ていきましょうかね。これ、ことの経緯はもう大丈夫ですよね。まあ、概要、まあ、なんか簡単に、まあ、おさらいですけど、まあ、YouTube の生放送中に、この VTuber 2人が、視聴者の国籍を紹介したと。で、その中に台湾の表記が見つかりました。で、その配信をビリビリ動画で見た中国人が怒ると。で、台湾表記を出した VTuber ココの、まあ、チャンネルがビリビリでバンされたと。で、怒れる中国人が個々の YouTube チャンネルや Twitter にやってきて、まあ、家族の殺害を含めた脅迫コメントを多数残すんですね。で、まあ、この騒動、を見た、まあ、カバー所属の他の VTuber もビリビリで活動を自粛。で、このカバー運営会社ね、まあ、事務所か、が配信の配慮がなかったと中国向けに謝罪をするんですね。で、まあ、台湾表記を出したこの VTuber2 人に、まあ、3週間の活動自粛を言い渡して、まあ、一つの中国政策を支持すると、まあ、発表したんですよね。で、要は政治的なコメントを出すんですよ、謝罪とともに。で、中国人以外の海外ファンが怒っている。今、ここっていうことですね。じゃあ行きましょう。で、まあだから賛否両論というよりはね、非難殺到ですよね。で、まず最初の人、なんだこれは、少なく言っても失望したぞ。で、それに対して自分も本当にがっかりだ。自分はカバーが VTuber たち守ってくれると思って金をあげているのに、なんだこれは、まるでココとハマちゃまが犠牲になったかのような気分だわ。まあこれ純粋にファンの人が言ってるのかな。でそれに対して、続けて、同意だが あまりみんなに、は政治的になってほしくない、ホロライブは中国事務所もあるから VTuber が攻撃されないようダメージコントロールしているんだろう、ここで間違っている人がいるとすれば台湾表記を見ただけで怒っている中国人だ。それが禁止されているのは中国だけだからな。でさらに続けて、中国のタレントを守るのが大事なのはわかるが政治的になりすぎるべきではないというコメントには反対だ。我々はひどく腐敗した世界に住んでいて、こういった台湾への言及に対して過剰反応する中国共産党やそれに屈する企業は大きな問題だ。でさらに言うなら、攻撃してきている中国人ナショナリストのほとんどは共産党から金をもらっている活動家だろう、まあ、いわゆる五毛みたいな言われる人たちだね。でさらに続けて、理解できるが怒りで何かを解決できるわけでもない。我々のコミュニティに毒をもたらすだけだ。でさらに続けて、別に怒り狂えと言ってるわけではない、意見を公表するのをやめるなということだ、そうしないとここ以外の場所でもこの種の事件がさらに発生するようになるだけだろう。次の人、どうやらキュートな 2D ガールもリアル世界の政治に耐性を持ってるわけではないようだな。でそれに対して、中国とビジネス的つながりを持つと時限爆弾を抱えることになる、そして中国から抜け出せなくなったら共産党に所有されているようなものだ。で、さらに続けて、こうなること分かっているのにそれでも中国に行く企業が多くて驚きだわ、NBA だって安全じゃないんだから誰も安全じゃないんだろう、中国で金を稼ぐというのは共産党に手錠をかけられているようなものじゃないか。でそれに対して、それな。でさらに続けて、ブリザードもそうなった。で次の人、これは本当に問題だ、特にココとハマちゃまのコメントは別に政治目的ではなかったからな、とはいえ一時的な謹慎であることがまだ幸いだ。でそれに対して、何も間違ってない人罰するのは擁護できないな、中国がどう思うが台湾の存在を承認することは罪ではない、カバーは中国のご機嫌伺いすぎだ。でさらに次の人は、本当に馬鹿げてるね、
で次の人も全くもって情けない対応だとはいえ驚きではないと言っておこう、ここハーチャマ、香港台湾に愛を送ろう。でそれに対して、次の人、中国人はカバーに対して、ここを解雇しろというスパムコメント大量に送っている。もしカバーが本当にここを解雇したらもうサポートするのやめるわ。でさらに続けて、ここはすぐ独自に活動を始めていくだけだろう、ハーチャマ一人では無理かもしれないが協力すれば OK だ。で、さらに続けて、そうなったらここをカバーさればいいだけだよ、本当にタレントのこと気にする事務所に行けばいい。で次の人、これは彼女たちのせいじゃないのに本当にバカげてるな。もし非があるとすれば YouTube、アナリティクスだろう。本当にバカげてる。これ YouTube アナリティクスになるのこれ。さて、まあこんな感じだったんですけど、まあそうですね、個人的な見解ですけど、まあこの会社はアホですね。まあ中国なんかまともに相手にするからだろうと、ね、思いますけども。ただね、これ問題なのはね、その後ですよね。この例えば中国の領土問題は全て中国の意見で、意見を全面的に支持しますって、なんか声明で言っちゃってることですよね。だから例えばチベットとかウイグルとか香港も台湾も尖閣も南沙も全部中国様のものだって認めてるって、そういうね、謝罪と釈明、そういう内容ってことですからね。これはね、この姿勢はね、日本企業としてありえないですよ。これはもう中国に行ってもらった方がいいですね。それぐらいのレベルですよ。だから今までの不祥事みたいなのとレベルが違うんですよ、ね、例えばこのね、ライバーこの、VTuber の人の一人の個人的なミスだったらともかく、ね、このライバーまとめてるこの会社がね、中国共産党を支持したっていうことですからね。だからまあ例えばこのホロライブのファンの方にとって、ファンってことは、まあ、中国共産党のフォロワーでね、中国包囲網を作ろうとしている国の敵だってことですからね。だからひたすら無視するのが唯一の正解だったと思いますけども、政治的な立ち位置明確にしちゃったんですから、これはダメですよね。多分この会社、カバー、ね、一つの中国を支持するってどういうことか、ね、本当に意味では分かってないのかな。分かって言ってる人は相当やばいやつだってことですよね。だって香港やウイグルの人権弾圧を支持するって意味になりますからね。とんでもない話ですよね。だからね、自由と民主主義を守るためにもね、こういう企業は全力で潰すべきだと思いますよ。特にアジアはなんかこうね、遅れているっていうのかな、こういう件で、ね。香港国家安全法に反対表明したアジア国家、日本しかないじゃないですか。だからまあ日本国民がね、断固とした対応をしなければ、こういうのはね、一つのちょっとしたこういう一つのきっかけで日本自体が、ね、全体がね、飲み込まれかねないですよね。こう炎上した事務所はね、もうはっきり言ってもう消滅させなきゃダメかなって思いますけどね。例えばじゃあ日本政府ね、中国の主張を尊重するとは言ったことはありますけど、支持するとは一言も言ってませんからね。だって日本は中国と同時に台湾の主張も尊重しているからですよね。中国を支持するなんて、なんかこう明言しちゃうようなそんな存在ね、だこの企業とその人間たちね、これはもう明確な売却図しかないですよね。南海にいる人たちかな。だからやり方としてはさ、今後このようなことがないよう配慮します。その程度でね、ゲチ取らせないやり方だってあったのにね、わざわざ一つの中国支持します。そんなことを言い出しちゃったのはこれはもうダメでしょ。アウトアウト。ね。しかもわざわざ中国向けの声明だけに記載するっていうダブスタだから、これ余計反感買いますよ、日本国民からね。まあもうご存知の通り、結局中国共産党だけじゃなくて、中国の人たちだって他国をね、他国の人を言いなりに、要は従わせたいだけでしょ。だその上で中国共産党が法よりも上だって言ってるんだから、もう終わってますよ。だまあ中国企業は他国の、ね、言論統制したいだけ、ね、言論の自由を守るためにも、中国企業はやっぱりね、日本から、ていうか世界から排除されて当然だと思いますけどね。まあ、YouTube 側の、ね、仕様で台湾表記が画面上に映っただけなわけですよ。たったこれだけのことで過剰反応した中国人の、ね、声に屈して政治的な謝罪メッセージまで出しちゃって、何の罪もなく本来守るべきライバーを謹慎処分にした。ほんとクソみたいな会社ですよね。まあ確かにね、現実問題、このベンチャーの一企業が世界でもね、圧力強い国家相手に立ち向かえ、そこまでは言わないですよ。言わないですけど、もうちょっとなんか曖昧に濁す形で事態を収めることだってできたわけでしょ？さっき言ったように。だって企業が公式に発言するときって、その言葉、発言、内容一つで、今後のこの立ち位置が変わるわけじゃないですか。決まっちゃいますよね。だから結局もうこの企業なんか中国側以外の選択肢、残らなくなっちゃったじゃないですか。ね、
な結局中国の思惑通りでしょ。な結局こういう言論統制したいわけじゃないですか、中国にとっては。ね、な自分たちの弾圧や占領は一切反省せず、台湾を批判つんだからもう思考停止でしょ。ね、だから実際言論統制してるくせに、ね、中国企業を制裁されてこれで逆切れとか絶対ありえないし許しちゃダメですよね。うん。でしかもね、このココとハーチャマでしたっけ、謹慎させるのは明らかやりすぎだと思いますよね。何も悪くない人間に罰を与えるって普通に胸くそ悪いでしょう。これ日本国民守らない弱腰な政府の責任、うん、そこまではちょっと違うかな。うん、まあ、要は中国をね、これ以上ね、のさばらせたら、調子に乗せたら、こういう中国の言いなりになれ、これがもう常識、スタンダードにされちゃうってことです。だから言論の自由をね、侵害する中国企業もチャイナマネーもさっさと排除しなきゃダメってことですよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。